はい、速稼塾の久保です。香港の民主化運動が強烈に弾圧され始めて、まあ様々、その運動に関わってる方とか、中にはね、アプリを持っていただけの方が、どんどん逮捕されたりとかね、投獄されたりとかして、すごく怖いですね、これは。香港ってのは、本当数ヶ月前まで憧れの地であってね、世界屈指の金融市場であり、ビジネスとして多くの企業が参加する場所であったはずなんですけども、いや、こんなところで商売はできないなっていうことで、国際的にも香港っていうのがね、放棄されていく、そんな段階を迎えているんではないかなと思いますよね。まあ、アメリカの方もですね、もう香港市民を全力で、守りますみたいな宣言を出して、真っ向から中国共産党に、まあ、喧嘩をね、売ってるような状態ですね。その中で、個人的にむちゃくちゃ残念なお知らせがあります。それは、我ら昭和40年代生まれの憧れ、ジャッキー・チェンです。タイトル見てください。芸能界のクズ。ね、ジャッキー・チェンに対して言う言葉じゃないですよ。ジャッキー・チェンの悲惨な現状、不倫、モラハラ、中国共産党擁護で、香港人からソース感、万節怪我しが止まらないということで、確かにジャッキー・チェンは私が中学生の頃ね、隠し子が発覚して、しかも認知したということで、何やってんだよ、ジャッキーみたいなね。正義の味方じゃなかったのかよ、みたいなことがありましたけども、まあそういうことって、あれからもずっと起きてたんですよね。まあ映画作品がとってもね、胸を打つものであるんで、あまり気にならなかったといえば気にならなかったんですけども、今回ですね、中国共産党を擁護するようなこととか、香港のね、民主化弾圧、そして、一国二制度の廃止、まあ国家安全法、もう、まあなんか、擁護するような立場であるということが、非常にね、ジャッキー、どうしちゃったんだろう。なんか、人質でも取られてるのか、圧力でもかけられてるのか。いや、ジャッキーチェンね、映画の中では私たちの憧れでありヒーローだったんですけども、なかなか、そうもいかないみたいですね。記事の方ちょっと読みたくないんですけど、読んでみましょうか。映画で数々のヒーローを演じてきたものの、相次ぐ中国寄りの発言により、香港ではすっかり、ヒールが板についてる、ジャッキーチェン。悪役なんだ、現実では。はあ、ジャッキーが21年前、香港の女優、エレイン、難しいですね。と、不倫関係にやったことは有名な話だ。まあ、二人の間には、エッタンという娘もいる、ジャッキー。その、エレインに対するモラハラ発言と、娘の養育費不払いの疑惑。お金持ってるでしょ、ジャッキー。いや、ということでね、ちょっとね、これからも、スクリーンの中のジャッキー・チェーンファンではいたいと思うんで、この辺にしておきますけども、スクリーンの外のジャッキー・チェーンは、どんな人物なのかね。ちょっと寂しいような、悲しいような。あとは、皆さん、ご自身で、この記事読んでみてください。URL を動画説明欄につけておきます。ジャッキー、フォーエバー。